2024年11月28日、15時27分。セイントセイヤ関係でもう完全にこの空の上。一応ね、南の方も映しておきますけども、ああいう風な話とかでもね、もうこういうところまで持っていきます。ちゃんとあの向こうの方とかも映しておきますよ。太陽の光がもうすごいでしょ。地球の温暖化かどうかは、その平均気温を見たときにね、その都市が、各日々を見たときに、うまく気温を、どうにかできていた方なのかどうなのかっていうところで物事を見なきゃならないんです。で、冥王ハーデスの話から始まりましたから、冥王ハーデスの話にもう一回戻りますけども、ハーデスが取り憑かれてから、アーロンがどちらでしたっけ取り憑かれたらこれちょっとおかしくなるとかそういう話もね結局混ざり込むんですけど変になるっていう方でね結局こう書いたらこう誰かが死んでいくっていう設定あるでしょあの設定に関しては本当のことを記事とかで書いたときに、総理とかが死んだことになったりだとか、イ・ミョンバク大統領が死んだことになって、本当は生きていて、宝塚さんの病院で、ハーコ生きて僕の前に現れたりとかね、そういうふうなことがありましたと。で、世界中、どこの政府上層も、だから第二次世界大戦が、戦争がフェイクニュースで、で、その、採掘でね、一斉崩落とかによって地震が発生していると、石油とか金属類の採掘で、年間、全世界で200億トン分ぐらいの空洞が出来上がっていると、もうあっちの国もこっちの国ももうみんな、地震ばかりじゃないかと、地震過剰にもほどが。それだからもう、もう本当に。そういう部分でね、だからもうガソリン車生産停止まで、安倍政権の時にね、もう、しっかりと、まあ、とりあえずはできたのはできたんですが、やっぱりね、2020年の東京オリンピックと話、入れ替わっています。だから、フルーツやパークで僕は働いていた時に、そのガソリン車の生産停止を2020年までにっていう話だったんですけども、なんか、精神病院に、僕は2004年に連れて行かれてから話が全部おかしくなってる。っていうのが、というのは、東京都政六法の方で、オリンピックに関する、危機に関する条例っていうものが、制定されてまして、まあ、施行されたのは2008年なんですよ。都政六法というものがあります。まあ、それは僕は、平成ものと、令和ものを持ってるんですけども、まあ、もう高いですよ。もう一時なんでこんな意地悪な、お金の使い方をさせられなあかん。だからね、本当はね、もう河川水門開式玉発電とか出来上がってるような話になるんですけども、その、本当のこと書いただけで、万人と落ち死んでいて、つい心の中で、あんまりそのシーンが悲しく感じる人、ちょっとかわいそうだと。アーロンがかわいそう。ごめんなさい。今頭の中によぎったのが、アーロンジャッジとか、ワンピースのアーロン一味だとか、じゃあ、アーロン一味の話を、そんなに悪いことしてたんだ。怪力なんやろって、そんなに鼻高々になって悪いことをしてるんだ。鼻のノコギリって。聞いてきたっすこういうキャラクターの設定だったらルフィも大技ですごい威力のあるものを食らわしやすいってい本当に仲のいい友達を思いっきり殴れるかって言ったらみんな殴れないんですよ普通いやそんな悪いこと俺せえへんよってみんな打つそうなんです
セイントセイヤ子供の頃から仲良くした連中となのにその後も絶対喧嘩になってくる共通の敵を見つけて外部の敵戦わされるやっぱりこんな話みんなやっぱり気がつくわだからアテナを守るっていうね、あの男性目線で言わせていただくとその女性を守るみたいなね、 だけどその神がかり的な力とかお肌のとあれと見たらちょっとね珍しい瞬間が来ましたので、あの捉えておきますね。今先ほど、正確に言うと15時33分33秒だったんですけども、3時33分33秒。まあ、本当は15時ですよ。だから、こっちの方の、あの、秒数まで入れとかんかったら、嘘を言ったことに、言ったことになるからって。本当はこれ3桁揃ってないからって。いや、先ほどのね、前の、もう何でしたっけ、3511番で、お肌が取られてる話行き先だから、その昨日の晩のインターネット記事を見た時に、秋篠宮佳子様の、インターネット記事を見た時にそのお肌が取られ始めて、でその後夜寝る時に天の神様の安全のお祈りをして、それをコンピューターで記録付けをするまでずっと攻めてこられて、もう いろんな人間で、それまでその日見た動画の人間とかとこうつながってるのか、みんな僕を中心にこう喧嘩僕とやり合ってる状態、もうほんと寝られんか、勘弁してくれっていうような状態を夜中もうめっもう めちゃくちゃきつかったですよ。もともとすんなり寝れてたはずなのに、もうね、サッカー界はね、中国戦で7対0で勝ってましたけど、べっこうさんがお金払ってくれないからです。いつまでたっても。これもう中立で世界が物事見てるから、河川水門開式黙って、それしなかったら確かに、ちゃんと彼のアイデアでこれ作ったということで、こっちも分かってるよと、世界中のいろんな国の人たちがあって。ほんでも1割で払ってあげなきゃダメじゃないって、河川水門開始玉発電の最初の原資っていうことでね、まあ、特許申請料とかもそうでしょうけども、その各河川に敷設するところ、そこが、莫大なお金がいる。向こう側だけでも、何百億か必要だと思いますよ、あれだけ河川が。最上流の方、笹山市までありますから。だから、まあ、それまでの間にいろんなもん派生してる、まあ、有野川でもいくつか門とか設置しますから、だから向こう側の最下流から上流まで各支流も含めると、完成形に関しては何百億円もいると、絶対それだけはかかります。もしもうちょっと言うの怖いんですけど、1000億までいくと、そんな。これ元取り返せるのかなどうかながあるから、その辺のところはこう絶対に必要なところと効率の良さそうなところをこう先に設置していって、あとの支流のところとかここはっていうようなところはちょっと一旦経済原理と見合わせながらね、物事進めていくと、まあそういうふうな形で進めなかったら、やっぱり経営破綻とか純利益が出せるところまで進めなかったら、一般的な企業からの投資とかは始まらないという形になりますんで、そんな株誰も買ってくれないという話になってしまいますので、だから損するからそんな株でいいんですよ。まあハーデスの設定について本当のことを書いたりして死んだことになるんで、まあ現実はちょっと違うんですけどね、大体のところでそういうふうな話から、だから本当は殺してないんですよ。だから元々は良い善良な絵描きの少年に、冥王から来たと呼ばれるハーデス。だからまあ死んだ人たちの悪者たちがね、あいつら冥王行き、
こっちの善良に燃えてきた人たちは太陽行きっていう形でね、太陽の方が絶対強いから。ちゃんとみんな太陽の神様にお祈りしてるっていうね、あのどちらが重要かの話もあるっていうようなところ。ああ、その善良な絵描きの少年がね、ちょっとかわいそうにならないようにっていう形でね、どんな絵を描いてたか、淡井圭介で例えるとエネルギーの残存の問題の解決だとか、まあ、精神を生産されなくなる薬だとか、そういうところでいくと、少子化問題とかからいくと、あとはもう行政とか人としてこんなむちゃくちゃな政府なんかこれ無理だっていうことで、ね、コロナウイルスだとか、いろんなだから総務省の管轄で各テレビ局ありますから。だからセイントセイヤとかの話でも、まあ、こういう話にやっぱり行き着くんですよ、どうしても。元々の設定だから、僕がフルツルファーパーク2027年ぐらい働い、あ、じゃあ2027年じゃない、27年前に働い、な、30年ぐらい前働き始めたのは1996年ぐらいですから、だからそれぐらいの頃や子供の頃に話していた内容とか、それが設定になってるはずですから、ロストキャンバスに関して、まあまず間違いないと思いますよ。金一歩です。もうこれもね、探すの大変なんですよ。その集英社さんがしたのか、どこがしたのか、ワンピースの話から何から何まで全部集英社さん、淡井さんにちゃんとお金払ってあげなきゃっていうね、まあまあ方向性の話でもあるんですけども、まあ皆さん、よろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定とお金の支払いの方でよろしくお願いいたします。以上です。まあちょっとね、楽しい話でもしながらね、ちょっと何もあったりなのか知れないんですけど、早く物事始めなかった、本当に、後の世代の人たちの人生どうなるかなのと、あとはまた地震発生するべきですかっていうのをやっぱり提言します。以上です。